中野号駅は、三重県鳥羽市鳥羽三丁目にある、近畿日本鉄道島線の駅である。鳥羽水族館前の副名称がある。駅番号は、M79。駅員は配置されていない。西口相対式ホーム2面2線を持つ、地上駅で、京上駅舎を有する。鳥羽方は、複線、賢島方は、単線の行き違い駅。ホーム有効長は2両。 ホームと駅舎を結ぶ階段は、ホーム賢島寄りにある。出入り口は、東西双方にある。エレベーターは、以前から設置されていないほか、エスカレーターは前述の無人化に伴い安全確保のために使用を取りやめたため、友人時代はゲートを設置して、係員との同伴時しか利用できなかったスロープを、常時開放して、車椅子など、階段利用に、 制約のある乗客に対応した。なお、上下ホーム間の平面移動は、賢島方にある踏切を利用することになる。飛ば駅管理の無人駅。無人化の際、窓口横にあった自動券売機が撤去されたため、常時開放となったホーム上のスロープ出入り口横に、乗車駅証明書発行機が設置されている。ピタパ及びイコーカは導入当初は、 改札窓口で対応していたが、無人化に前後して、乗車駅証明書発行機の横に IC カード用の、カニ改札機が設置された。ホーム左側が2番乗り場、右側は1番乗り場開業当初は、周辺住民の利用のほか、近接する中野合校との間での物資のやり取りに利用された。三重県統計省によると、1日の平均乗車辞任は、以下の通りである。 は、歴年統計による、中野号駅の利用状況の変遷を可表に示す。鳥羽駅へは、東口より、国道167号を北へ、徒歩10分程度、ありがとうございます。